西島女儀から1933年2月8日は、日本の陸軍軍人。通称は吉太郎。陸軍中将勢に、訓位等校に級断尺。1847年、長州藩士の指定として生まれる。母親戦争には、文隊長として出生した。維新後の1873年2月、陸軍将尉に任官。1874年2月、 佐賀の乱では反乱軍の捕虜となる。1893年2月、不評第11連隊長として日清戦争に出生。1894年11月に不評大佐。1896年12月に不評第44連隊長。1897年2月に陸軍共同団長。1898年3月には陸軍少将に昇進して、 不評、第24旅団長。1900年1月には、台湾守備根制第3旅団長を務めた。1902年2月、不評第7旅団長として、日露戦争に出生。南山の戦いや徳利寺の戦い、大石橋の戦い、両用海戦に参戦する。1904年9月には、陸軍中将に進み、西勘次郎大将に代わって、 第2師団長として、法天海戦を戦った。1905年5月に、君一等随法賞。1906年4月には、君一等旭日大受賞を授けられた。同年7月、第6師団長。1907年9月21日、日清、日露戦役における軍港により、男爵を授けられる。1909年9月に休職し、 1911年9月、抗美薬に編入となった。1916年4月1日に退役した。1933年2月、死去。去年85。ありがとうございます。